皆さんこんにちは、やってみかチャンネルのみかです。今日はですね、今回ハワイ旅行で使った LCC 航空会社エアアジアについて皆さんに紹介したいと思います。もしこの動画を見ていて役に立った、またこういうレビュー系の動画見たいと思ってくださったら、ぜひグッドボタンをお願いします。そしてこのチャンネルを気に入ってくださったら、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。エアアジアホノルル空港行き、これですね。今回初めて LCC を使って1時間半以上の飛行機に乗るんですけども、どのぐらい狭いのか、8時間半も乗るのですごく不安です。で、エアアジアは事前にウェブチェックインができないんですよ。なんか妊婦の方とかそういう限定された方しかできないので、こんな感じでめっちゃ人が並んでます。だから早く来た方がいいです。手荷物は1人1つなんですが、大きいのとちっちゃいのとかだったら2つでも大丈夫だそうです。そして合計で1人7キロまで機内に持ち込めます。飛行機に預けられる手荷物は最大で40キロまで、1人2つまで大丈夫です。1つ20キロか2つで40キロから選択できます。飛行機のチケットを取った時に一緒に手荷物の予約もしてしまうと安く預けられます。万が一当日に荷物を預けたいってなってしまうと値段が3倍ぐらい変わってしまいます。なので皆さん絶対にチケットを取った日に予約する、もしくは当日飛行機に乗る4時間前までにネット上から予約するのをおすすめします。ちなみに私はネット上で荷物を預けたんですが、なぜかエラーになってしまっていたみたいで、まさかの予約できていませんでした。で、それはちょっとこっちからしても悲しい話なので、向こうの人に言って、そしたらとりあえず今は当日のお金を払わなくちゃいけないけど、また後でカスタマーサービスの方に電話して、それで解決してくれっていう風に対応されました。なので皆さんも荷物を預ける設定になっているかっていうのをしっかり確認しておいてください。まあそんな感じで荷物のことでちょっといろいろあって、なかなかすぐにチェックインできなかったんですけど、なんとかチェックインすることができました。ちなみにエアアジアでは無料の機内食等のサービスは一切ありません。購入することはできるんですけども、提供できるサービスの時間帯が決まっています。また、機内に外部からの食べ物を持ち込むことは禁止されているので、飛行機に乗る前にご飯を食べたり、軽食を食べておいて少しお腹を膨らませておいた方がいいと思います。今から飛行機乗ります。眠いです。夜の便なので頑張って飛行機でちゃんと寝たいと思います。エアアジアの飛行機の外観はこんな感じです。赤を基調としたデザインで結構可愛いです。いざ飛行機の中へ。飛行機の中に入ってまず思ったことは、通路がめっちゃ狭いと思いました。人にぶつかりそうになってしまうので気をつけて通っていきます。座席は3列シートが3つ横に並んでいる感じになってます。ちなみにお金を払えば座席の指定をすることもできます。もちろん一番グレードの高い広い席を選ぶこともできますし、普通の一般的な席でも前に誰もいなくて足が伸ばせる席だったり、後ろに誰もいなくてしっかり後ろまで倒せる席だったりなど、ランクは違うんですけど選ぶことができます。私は今回座席指定はしませんでした。そして最も重要な座席の広さはこんな感じです。じゃーん、狭い正直言って夜行バスっていう感じでした。 iPhone 6 プラスを縦と横に置いてみるとこんな感じです。そして前との距離も結構近いので、あんまり椅子も倒せないし足も前に伸ばせないなという感じでした。この先8時間半乗るのが結構不安です。安全確認はこのようにスチュワーデスのお姉さんが前で実演してくれます。 Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head。 ここでエアアジアの中で一番いいなと思ったのが、スチュワーデスのお姉さんがめっちゃ綺麗でセクシーで、ファッションもめっちゃ可愛くて、もうとにかくそこが私の中で一番のいいポイントでした。もういろんな航空会社のスチュワーデスさんの中で、私はエアアジアのスチュワーデスさんが一番魅力的に見えました。もう雰囲気が全然違うんですよ。もうなんか色気があってセクシーで、もうほんまに可愛かったです。一緒に写真撮りたいと思うぐらいすごく素敵でした。スチュワーデスさんの対応も優しかったし、逆にこう日本みたいに丁寧すぎずちょっとフランクな感じが心地よかったりしました。まあ可愛いので何でも OK です。ただこんな感じでめっちゃ冷房がきつかったです。
皆様にご案内いたします。これよりで、ブランケットは有料になってしまうので、皆さんカバンの中に大きなバスタオルとかパーカーとか長ズボンとかを忍ばしておいた方がいいと思います。ちなみにめっちゃ寒かったのは行きの飛行機で、帰りは逆に暑かったので、もう本当に脱いだり履いたりできるもの、またはさっき言ったバスタオルみたいに上からかけれるようなものにしておくのがいいと思います。もう本当に狭いし寒いし、どうしようかな、ちゃんと寝れるかなって不安だったんですけども、私はここで対策をしておきました。こちらの大きく膨らむエアピローを持ってきていました。またこれの紹介する動画もアップするんですけども、なんか前にもたれかかって寝たりすることができる、とっても便利なエアピローになります。同じ体勢で寝るのがしんどいと思ったので、これを使って前に倒れてみたり、抱き枕みたいにしてみたり、顎を上に乗せてみたり、下を覗くように寝てみたり、いろんなことができるので、なんとかこれで乗り切りました。そして私の乗った便は夜の飛行機だったので、今からお休みタイムに入ります。おやすみなさい。はい、おはようございます。朝が来ました。まあ、正直あんまりしっかりは寝れなかったんですけども、別にもう全く一睡もできないっていうわけではなかったですし、一緒に行ったパンチはずっと爆睡していたので、人によると思います。では今からトイレに行って歯磨きをして、顔を洗って、そしてコンタクトをつけに行きます。エアアジアのトイレの中はこんな感じです。他の航空会社と特に変わりはないです。スキンケアやメイクアップは混まないように自分の座席で行います。私は自分のちっちゃい鏡しか持っていてなくって、大きめの鏡を持っていくのを忘れてちょっと不便だったので、女の子の方は自分のメイクをしたりスキンケアするように少し大きめの鏡を機内に持ち込んでいたらいいかなと思います。寝ている間に髪の毛がボサボサになってしまうので、機内の中にこういったブラシも持ち込んでおきましょう。そして今からメイクしていきます。顔が一気に変わって別人みたいになるので、皆さん注目していてください。せーの、タラーン全然違います。すっぴんは本当に顔がないです一通り用意も終わったところで、到着まであと1時間くらいになりました。そしてしばらくすると無事にホノルル空港へ到着。確かに寒かったり暑かったり狭かったり、荷物がうまくいかなかったりと、決して100点満点とは言えないんですが、でも価格が安いので全然満足できます。むしろまたエアアジアに乗ろうと思いました。ただ機内食を購入したり、毛布を購入したり、座席をグレードアップさせたり、荷物を当日預けたりっていう風になってしまうと、結局他の航空会社よりも高くなってしまうという可能性があるので、前もって皆さんもぜひこの動画を参考に準備しておいてください。ハワイに着きました。イエーイ。今は、ホノルル空港にいます。長旅でした。エアアジア結構狭くてしんどかったです。けどクッションみたいなやつ買ったから、なんとか乗り越えました。では今日も動画を最後まで見てくださって本当にありがとうございました。少しでも参考になれば嬉しいです。他にもハワイのおすすめスポット、ハワイの YouTuber さんとコラボした動画、あのテレビ番組テラスハウスで有名になったコーヒー屋さんなど、いろんな動画をアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録、そしてベルマークを押して動画配信のお知らせを受け取ってください。ではでは、やってみかチャンネルのみかでした。また次の動画で、バイバーイ。